オウ！川沿いです。本日は、岐阜県関市にございます岐阜タンメンさんで、タンメンチャレンジの、動画を今日はお送りしたいと思います。で、最初の冒頭でも、チャレンジ内容をお見せしたと思うんですが、本来のチャレンジですと、6玉プラス、替え玉4で、計10玉ですかね、を制限時間20分以内に完食できたら、無料っていうか形の、チャレンジ内容となっております。で、今回は僕ちょっと特別内容で、プラス5玉計15玉ですかねのチャレンジで、制限時間変わらずの、20分で、やらさせて、いただきました。いや、こうやって特別なね、あの内容にしていただいて本当に、まずはありがとうございます。急な対応にも、お答えいただき本当に感謝申し上げます。で、今回は、まず、たらいですね。たらいに、最初、こう、6人前が入ってて、まあ、自分のね、なんて言いますか、タイミングで、替え玉の、コールをしていくっていう感じのスタイルとなっておりますね。で、まあ、今回ですと、まあ、替え玉って言っても、その、一杯の丼に、こう、一回一回、こう、替え玉が来るわけではないので、割と、難易度は低いかなっていうのは僕は感じました。やっぱその分ね、麺も冷ましやすいですし、うん。あと、替え玉もね、一気にこう、まあ、今回5玉、4玉っていう形で来るんですけど、だからその分の、冷ます、まあ、時間もあるので、すごい難易度的には、そこまで高くないかなっていうのは僕は感じました。だからそうですね、普通の大食いの、ちょっと自信がある方でも、本当に気軽に、うん、チャレンジできる、内容かなっていうのは僕は思いました。あとは岐阜タンメンはね、すごく美味しいです。めちゃくちゃ美味しいラーメンで、僕もよく食べに行くんですけど、すごく、大好きな、ラーメン屋の、でございますね。はい。で、そうですね。で、今、コールしたのが、5玉ですね。今、こう、丼に乗ってるのが、5玉分ですかね。うん。とにかくね、やっぱ、替え玉の出来たてって、まず熱いので、うん、割とね、こう、冷ますのが、やっぱ、鍵になるかなと。うん。やっぱ、チャレンジでね、一番、何が大変かって言ったら、やっぱ、厚さなんで、こう、厚さをどう攻略するか。だから最初のラーメンは本当にめちゃくちゃ熱かったですね、一口目は、うん、ちょっと正直水を何回か含んだんですけど、うん、で、その後がまあ、あとは徐々にね、スープも冷めてくんで、うん、割とまあ時間が経つにつれて、まあ、やりやすい感じにはなってきましたね。そしてね、まあ、なんといっても、こう、お店さんがね、すごい、まあ、急なね、まあ、本来なら、6人前プラス替え玉4チャレンジなんですけど、まあ、僕のね、無茶ぶりな5玉にも、本当に、まあ、心置きなく、お引きし、何言ってんだ。まあ、心よくですかね。心よく、お引き受けくださったので、本当に嬉しかったですね。うん、まあ、ないですね。やっぱこう、たらいで来るっていうのがやっぱ、なんかチャレンジだなっていうのを感じました。うん、やっぱ替え玉チャレンジって普通、まあさっきも言ったんですけど、丼に、まあ一杯食べたらもう、次、
もう一杯もう一杯っていう感じのスタイルなんですけど、うん、こういった形もね割となんかチャレンジやってるぞみたいな感じになったんでよかったです。あと麺もねすごくあの細麺でね食べやすい、うん、麺ですね。あと岐阜タンメンさんはね具材が本当にシンプルでキャベツと、豚肉ですかね。あとニンニクの風味がすごく効いていて、うん、めちゃくちゃうまいです。あと、ね、岐阜タンメンさん本当に深夜まで営業してるので本当に夜なんかちょっと小腹すいたなって時にたまにね夜中でも行ったりするんですけど、うん、あとね辛みもね結構増したりもできるんでなんかその激辛が大好きな方とかだったら本当に辛さをねなんか10辛とかねしてもなんかその激辛チャレンジ系になったり面白いかなとは、うん、思ったりしました。ちょっと以前はこちら岐阜タンメンさんでこの激辛のなんかデカ盛りチャレンジもやってたんですけどもう今はやってないのかな、うん、なんかとにかくねそのチャレンジめちゃくちゃ辛いらしいので、うん、ちょっと僕はちょっと激辛系あんまり得意じゃないんでちょっとチラシじゃないですけど店のねこういった激辛のチャレンジやってますよみたいな、まあ、見たんですけどちょっとチキってやりませんでした。ちょっと気になってはいたんですけどね。うん。うん。あと、やっぱりね、今回のチャレンジだと、うん。どうだろうな。攻略、まあ、僕がもしチャレンジ、ね、今後、この動画を見てやりたいなと思った、方がいらっしゃるとするならば、うん、まずは最初の、20秒ぐらいちょっと麺上げして自分でね冷ますっていうのをやった方がいいかなと思いました。最初はねとにかくめちゃくちゃ熱いので、うん、であと替え玉をコールするタイミングここも重要かなと思います。うん、替え玉も出来たてはめちゃくちゃとにかく熱いので、うん、だからそのコールするタイミングが自分のね好きなタイミングでもいいっていう感じなので、そうですね、僕はこう替え玉を冷ます時間も結構ねあった方がいいと思うんで、うん、そうですね、僕残り一玉ぐらいかな、うん、残り一玉ぐらいになった時に替え玉コールしていいかなと思います。階段もね割とねめちゃくちゃ早く来るので、うん、であとこれスープがおかわりできるのかな、ちょっとそこもねちょっと僕あんまりちょっとそこ聞くの忘れちゃったんですけど多分スープはおかわりできないのかな、うん、追加スープ今回僕15玉チャレンジだったんで最後らへんがねちょっとスープが、うん、少ないかなっていう感じもしたんですけど、あこれがラストですかね、これが、ラスト、4玉なんかこうね替え玉ってやっぱ僕いつも1玉注文でするんですけどこれで4玉一気にもらえるとなんかちょっとインパクトがすごいですね、やっぱ。うん。そうですね、今回のチャレンジ的には、僕目線でですけど、難易度どれぐらいかな。5段階にすると、そうですね、レベル、1と2の間ぐらいって感じですかね。そのガチチャレンジを5として。うん、まあ、あとは厚さですね。まあ、今回のチャレンジはもうなんと言っても、
厚さと、替え玉をコールするタイミング、うん、まあ割とね、まあ、キャパがあるって言ったらですけど、まあ、容量が6キロぐらいあったら、なんか水分 を取りながら食べ進めていくのもありかなと。うん、まあ、今回ね、ちょっとガチ風に見えて、割とね、今日ちょっと味わっちゃったっていうのもありますね。前もそうですね、あの稲沢にも、まあ、岐阜タンメンでいろいろ、まあ、岐阜愛知といろんなところに店舗さんあるんですけど、前稲沢ですかね、もう何年前かな、もう6年か7年前ぐらい、もうちょうど僕が大食いに出場してぐらいの年ぐらいに、こちらの岐阜タンメンさんでデカ盛りチャレンジも挑戦したことあるんですけど、うん、だからそれ以来ですかね、タンメンさんでのチャレンジは。さあ、もうあと4玉3玉ぐらいの量ですかね。あと僕このタンメンさんでね、個人的にですけど、トッピング、こう豚肉をねトッピングするのが好きですね。豚肉がねまたこのタンメンさんのスープとよく合うんですよね。それとプラスでチャーハン食べるのが好きです。チャーハンセットがあるんでね。で、僕結構驚いたんですけど、割と今回このタンメンチャレンジ、うん、やられてる方が、6名ほどいらっしゃっていうのを聞いて、そのうち成功者が、2人しかいないって聞いたので、そこがちょっとびっくりしました。うん、意外に、そうですね、成功してる方が割といらっしゃらないんだなっていうのが、うん、やっぱりそうですね、うん、やっぱり僕的にはやっぱ難易度的に、まあぶっちゃけなところ、うん、限界の時と、なんだろう、限界じゃない時のチャレンジって、ほんとなんだろう、なんか境界線がわからないというか、もう来る時は一気に来ますし、うん、まあ、案外、すんなり終わっちゃう時も、すんなり終わっちゃう
時もあるので、だからそこの境界線がやっぱあんまり定まってないので、どうだろうね。僕的にはそうですね、5段階に表すとやっぱ1と2の間ぐらいかなっていうのは感じました。さあラスト追い込みですかね。で最後あれですね、豚肉と、結構上に乗ってる具材は最後に残したので、最後はそれですかね。はい、というわけで、時間も、ある程度残しての、今回は、15玉チャレンジですかね。間もなく終わるということで、今回チャレンジなんですが、成功しました。2分46秒残しぐらいですかね。で今回チャレンジ成功すると岐阜タンメンさんの T シャツが、いただけるので、もし、この動画を見てチャレンジしたいなと思った方は、今回の僕の、解説も参考になるか分かんないですけど、含めつつ、ぜひ、チャレンジしてみてはいかがでしょうか。とにかくね、楽しむっていうのが今回の肝かなと思います。はい。というわけで、本日も、最後まで、動画を見ていただきましてありがとうございました。また、次回の動画でお会いいたしましょう。それでは、さようなら。